か。自分と生徒を同一しないことだと思う。おー、英語の先生になってる人って英語が得意だった人がほとんどなんで、その人の状況にもよるじゃんっていうのはあると思う。困ったところで響かないだろうなって思ってる、褒めるときは多分めっちゃ小さいことからでも褒めますから。先生に生徒が勉強の生徒を報告したくなることが大事かな。今回はですね、はい、三度中村先生においでいただきました。はい、ハローゼア。はい、中村先生のハローゼアが聞けるのはこのチャンネルだけ。メリットなのかどうかもわかんないですけど。はい、今回はですね、中村先生にですね、はい、まあ、いろいろな指導をしてきたと思うんですけども、はい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 、学習指導のコツを、なるほど、聞きたいな、指導者目線。これはなかなか荷が重いですね。いや、はい、まあ、さっきね、はい、ちょっとね話してたんですけどね、はい、カメラ回ってないところでですね、はい、いやどうなんだとね、宮廷大とか指導するわけじゃないですか、はい、こうやって勉強した方がいいとか、早慶とか、はい、そこでやっぱりおいみたいなツッコミが来る。まあ来ますね、来ますね、いっぱい、はい、でもやっぱりそこに行ってるからといってね、本当にうまい指導ができるかっていうと、それはやっぱ別物だと思うので、はいはい、ね、さっきね、中モーリーニョって話をしてたんですけど、しましたね、カメラマンと、はい、モーリーニョってですね、ちょっと知らない方ですね、はい、あのサッカーの監督ですね、はい、サッカー経験がないけれども、はい、すごい、スーパーすごいチームですね、チェルシーですね、作り上げた超すごい人、それにやっぱ例えられるんじゃないかっていう。そうなんですよ、東大行ってるからといって本当にね、東大行ける人を教えられるかとか、はい、うまく学習指導できるかってやっぱ違うので、はい、そんなこと全然ないわけですね。野球でもすごいプレイヤーだったけども、監督になったら全然ダメだったとかっていうのもね、ある。それに対してモーリーニョみたいですね、サッカーやってなかったけど、やってなくはないです、やってなくはないんですね、はい、2部でずっと、あ、サッカーでこのすごい力は出せなかったけども、はい、まあ、リッカーしかいけなかったけども、はい、そうですね、それでもすごいチームを、ね、作り上げることができるわけじゃないですか、はい、なんで仲間オリーヌに、ね、そのコツを聞きたいと思います。いやでも多分指導で結構僕が一番多分意識してるのは、自分と生徒を同一しないことだと思う。おお、名言じゃないですかこれは。なるほど、はい、いやだって僕が受けるわけじゃないから、うんうん、本人の状況もやっぱあるじゃないですか、はい、なんか一番こう難しいのって押し付けになっちゃわないかなっていうことだと思う、うん、なんでできないんだよってなっちゃうと、うん、もう指導できなくなっちゃうかなっていう。そうだと思います。これはすごくありますね、はい、まあ、これは本当にトイック業界でもそうなんですよ、はい、やっぱトイックってこう満点取ったもん勝ちみたいな感じがあって、満点取った人ってそのやり方でやったんだからなんか文句言えないみたいなですね、みんなはいみたいな感じになるんですけど、そんなことないですよね。むしろ武田先生とか見ても思うんですけど、苦手科目の方が指導上手い人多いんですよ、自分が苦労した科目の方が、うんうんうん、教える側としては分からない人の気持ちが分かるからっていうので、そうですね、はい、があって、だからまずその自分がこうだったから君もこうやるべきっていうやり方をしてしまうと、うん、いやその人の状況にもよるじゃんっていうのがあると思うんで、だから僕ルート決めるときも僕が使う前提で考えてないんですよね。そうですね、それ重要ですよね、はい、武田塾の勉強法を参考にする人はおそらくこのぐらいの状況から始まっていて、こういうことで悩むだろうからこうやって教えないとなみたいな風に全部こう細分化して考えてるんで、多分なんか僕が受かったからそれができるわけじゃないかなっていうのは思いますかね、はい、そうですね、いやそれはすごく重要だと思いますね、はい、その人の身になってルートを作ってるわけですよね、はい、そうですね、それは一番最初からずっと意識してたことですね、いや多いですね、やっぱり先生でもなんでできないんだっていうふうに思う先生すごく多い。やっぱ英語の先生になってる人ってやっぱ英語が得意だった人がほとんどなんで、なんでできないんだって言って、やっぱできない人の気持ちが分かんないって言って、大学とか、まあ、いろんな F のつく大学とかで教えてきたんですけど、はい、やっぱり先生たちも耐えられなくてやめちゃう人多いですね、うん、期待しちゃうんですよね。そうなんです。いやでそれ2つ目の話にもちょっとつながってくるんですけど、はい、僕基本的にあともう1個あるのが、基本褒めるのはもう絶対褒めるんですけど、はい、否定はしないっていう。おお、なるほど、はい、その代わり現実は見せるっていう。これよくその宿題やってこない生徒とか勉強しない生徒に怒る先生って言うじゃないですか、はいはいはい、別にそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、うん、怒ったとこで響かないだろうなって思ってる。ほうほうほう、なるほどなるほど、なんかやんない
いことを怒られたところで特に答えないかなっていう、嫌な気分になって結局勉強しないで終わるかなみたいな、なるほどなるほど、あるんですけど、僕がよく話するのはその先生とかでもこういうふうに話すといいよって話をした時に、例えば英単語の勉強をじゃあ本当は1週間に400個やってこなきゃいけないのに、まあ、30個しかやってこなかったと、うん、しかも正解率がまあ例えば 5% ぐらいだったみたいな、もうやってないじゃんみたいな話なんですけど、って言ったなった時に武大塾のカリキュラムをこう持ってきて1週間で400個のペースでこれやってんじゃんみたいな、はいはい、君のペースだと単語30個しか終わってないから、まあ、13分の1だよねっつって、うんうん、正解率 5% でしょ、20分の1だよねみたいな話で、このままでいくと、まあ、単語本来3週間で1200個終わる予定だったんだけど、うんうん、まあ、1週間で15個しか終わらないから、はいはい、単語1200個やのに80週かかるけどそのペースでやるみたいな話、すごいもう数値がもうバーンっていくわけですね。そうなんですよ。でだから単語やってこないとダメだろじゃなくて、いやそのペースでやった場合こうなるけど、うん、それでいいのみたいな、いいならそのペースで出すけどっていう話をした上で、でもそれじゃまずいよねと、じゃあ今どのぐらいの時間だったらできるのとか、どういうやり方してんのって言って全部ヒアリングして、まあ、最適な計画をそこから立て直すわけです。ああ、なるほどなるほど、はい、だからなんか感情移入は熱血な先生とかはやりがちなところあると思うんですけど、指導に関して一生懸命やると思うけど、叱る部分は一生懸命になっちゃうと八つ当たりになっちゃう感じがちょっとしちゃうので、怒るっていうのは僕そもそも嫌いなんで、なんか怒るよりもどうしたら解決するのかとか、はい、このまま行ったらどうなるかっていう事実を教えた方が手っ取り早いかなみたいなことを思ってるって感じですよね、はい、山美先生にもそんな感じですか。山美は本当にだってその勉強その質ってことはお前の生きたさはそんなもんなんでしょみたいな感じですよ。だからいや別にいいけどだって自分でも間に合わないって分かるっしょみたいな、だから、ね、間に合わないなら間に合わないで受かる計画を出してくれっていうのはそれは出すし、可能性上げたいならペース上げてこないと終わんないから、まあ、どっちがいいかっていうのはそれ自分次第だよみたいな。だからそれは例えばその総計に全振りしてマーチ落ちる覚悟を持ってでもそういうやり方するっていう選択を聞くときなんかもそうですね。なるほど。別にこうしろとか言わないんで、どっちがいいっつって、だからリスク背負ってやるのか、それとも安定志向でできるだけその受かるところで可能性上げてって上を目指すのかって、それは別にどっちが正しいとかないからみたいな話をするって。なるほど、そういうふうに諭すんですね。はい、なるほど。なんか本出せるんじゃないですか、諭す力とか褒める力みたいな。褒めるときはどうなんですか、これもうみんな中森ファンが。いやでも褒めるときは多分めっちゃ小さいことからでも褒めますね。それこそ本当に受験相談来たこととか動画のコメント質問したこと褒めますよ。へー、だって行動を起こしてるじゃないですか。そうね、ですか。だからあと志望校決まったでも全然、おあ決まったよかったじゃん、どこ行きたいのと、おいいじゃんいいじゃんみたいな話になりますし、それをちゃんとやっていくことによって、僕はなんか先生に生徒が勉強の成果を報告したくなることが大事かなとは思ってて、特に武田塾で受験相談来る生徒なんかは特にそうなんですけど、やっぱその勉強に対して自信ない子がすごい多くて、ね、それこそ志望校を口に出せない、うんうん、勉強し始めても勉強し始めたんだって言ったら、いやいやお前がとか言われちゃうから、なんか勉強についてこう積極的になれないみたいなのが多いと思うんですけど、例えばでも僕がそれで単語どうだった、武田塾のやり方やってみたっつって、いややってきましたっつって、単語何個覚えられたんですって、いやでも言われた時100個覚えましたけど、すげえじゃんみたいな、おなんか勉強で褒めてもらえたみたいな。なるほど、これは重要ですね、はい、でしかもやってるから言えるじゃないですか、自分でも何やったかって言えるから、うん、なんかその経験ってすごい大事だなと思ってて、それをこう積み重ねていくことによって自己肯定感がこう上がってくると思うんですよ、うんうんうん、そうすると受験ももちろん大事なんですけど、勉強そのものができたとか何かを自分が成し遂げたって感覚を1年を通して積み上げられた人っていうのは、受験の結果と同じぐらいすごい自分自身っていうものが出来上がるんじゃないかなとは思ってて、でそれはやっぱ周りの人が認めていくことがすごい大事なんじゃないかなと思いますね。これいいんじゃないですか、これいろいろ出版社から話も、いや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 そうですけど、いやでも途中過程って先生しか正直分かんないじゃないですか、はいはいはい、いや保護者とかの方は特にそうだと思うんですけど、もう持ちの成績とかしか分かんないじゃないですか。そうですね、例えばうちの子は家庭法が弱いんですか親から聞くことはなかなかないじゃないですか、だし親に言われたくないじゃないですか正直、子供は褒めるところでもそんなに正直やっぱり親に細かく見られたくないみたいなのがあるんですよ。でも先生は普段からやっぱ指導の部分見てるから、はい、お前苦手だっつったらこうできるようになったじゃんっていう、そこだけでもう全然、あこの人は自分のこと見てくれてるんだとか、自分はちゃんとできるようになったんだっていう肯定があるかないかってすごい大きな差だと思うんですよ。そうですね、それは大きい。いや今日からきっと武田塾チャンネルのコメント欄変わるんじゃないですか。むしろ武田塾講師がなんかめっちゃ褒めるようになったら面白いです。いやでもね、今日単語これだけやりましたとかいうね、学歴中たちが戦い合うコメント欄から、ね、みんなが褒め合う
そうなんですコメント欄になれば中森さん褒めてくださいみたいな、褒めてみたいなのに変わるかもしれないですね。そうですね。だからこれをね、変な、なんかバカにしてるとかからかってるみたいなふうに思う人も、いわゆる受験相談してただけで褒めるとかバカにしてんじゃないのみたいな、思うんですけど、いや、そもそも結構度胸いることだからねって話、そうですよね。見知らぬ大人に相談行くって、結構緊張するじゃないですか。そうですよね。そういうこと、僕に相談する人なんて僕もっと怒ると思ってましたってよく言われますもん。やっぱりそうなんですね。まあ、確かに武田君のそのチャンネルの中で褒めてるシーンって映んないですもんね。そうですね。サムネイルも僕なぜかあの怒りマークついてること多いじゃないですか。動画見たら別に怒ってないのに、なんかサムネイルでめっちゃ怒ってるみたいなこと多いんですけど。なるほど、ありますね。怒りの感情を出してるサムネになってることが多いですもんね。でも実は僕は全然怒ってなくて、いやというか結局受かるかどうかって本人がやる次第だから僕が怒ることでもないしっていう、だからやんないってことは行きたくないって判断するだけだから、行きたいならやってきてっていう基本こういうスタンスなんで、僕の場合は、はい、これは良かったんじゃないですか。みんなきっと中森さんに褒められたいっていう感じで、はい、褒めて伸ばすんですね、中森先生は。そうですね。だってすごいことしてるんだから褒めた方が良くないっていう、なんで頑張ったのに肉まり節叩かなきゃいけないんだろうみたいな。そうですね。その通りだと思う。はい、否定する方が簡単なんですよね。いいとこ探す方がやっぱり難しいと思うんで、でもいいところってちっちゃなことでも褒められたらやっぱ嬉しいと思うんで、でも嫌なことって言われたらやっぱ嫌じゃないですか、なんだかんだ言ったって、ね、だから極力いいところは見つけていきたいなとは思っています。良かったです。もうコメント欄でめちゃめちゃ褒められてると思います今日今下のコメント欄がすごいことになってるかもしれないですけど、いや今回はですね、思ったよりも素晴らしい話、まさかの仲間オーリーニョからはい、ここまで良かったんじゃないですか。はい、今回はですね、中森先生に指導方法をお聞きしました。褒めて伸ばすってことですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい。